わっさー。はい、琵琶湖ガイドなすびです。よろしくお願いします。なすび温泉タオル。暑いんで、今日もめちゃくちゃ暑かったタオルが必須ですよ。今、ね、雷にね、鳴ってるんですけど、まあ、ちょっと雷も危なくて、まあ、少しだけ早上がりした本日なんですけど、まあまあ、昨日の8月2日からちょっと YouTube 更新が途絶えていたので、というか7月31日で、終わってましたね。8月1日はガイドじゃなかったんですけど、昨日の8月2日はナスビガイドでした。昨日は、海中さんと、息子さんの、H 君に遊びに来ていただきました。H 君。まあ、小学校2年生の H 君の夏休みということで、まあ、7月終わりから8月にかけて夏休みの、ガイドご予約がすごい多くて、僕はね、とても嬉しいんですけど、未来の釣り人を未来のガチ勢釣り人をね、目指して僕はお手伝い頑張ってさせていただきたいんですけど、昨日は、いきなり北に走りました。やっぱりね、お子さんおられるとやっぱりね、数を釣って楽しんでいただきたいんで、まあ景色もいいですし、水も綺麗で、まあ後々湖水浴もできるっていうことで、北に走ることが多いです。で、北で数釣りをやりました。で、ダウンショットが安定ですね。すごい雷や。1.8g のダウンショット。ワームはね、まあ、ちっちゃければ何でもいいかなっていうような感じです。で、まあ、ポロポロとバスもギルも連れて楽しめます。で、同じような、似たようなスポットで、家族連れのゲストさんのガイドさんがいらっしゃったりとかもして、やっぱり皆さん考えることは同じだなということで、ちょっと安心もあるんですけど、まあ、そんな感じでした。で、昼前に、湖水浴して、しっかりとね、救命胴衣着て、湖水浴して、で、昼ご飯食べて、で、思いっきり休憩して、ゆっくり昼寝して、で、夕方最後、ちょっとだけ南湖に入って、ミドストじゃないミドストで、海中さんがね、釣り馬海中さんが、ナイスバスを釣って、終了という感じで、終わりました。まあ、釣って泳いで食べての、寝て、また釣ってという、もう夏休み企画でございます。はい。海中さん、H 君、ありがとうございました。はい。で、本日のナスビガイド、はじめましての、木村さん、60歳さん。木村さん、60歳さん。60歳の木村さんなんですけど、ありがとうございました。ナスビガイドで木村さんって方はね、たくさんいらっしゃるんですけど、60歳、木村さん、ナスビガイド木村さん歴で最年長の木村さんでした。で、朝から今日は何個入りました。何個で、木村さんまだ初バスを釣られてないということで、まあ、ぜひとも釣ってほしいなということで、雷すごいな。ハイサイダー。で、木村さんがね、デプスファンということで、朝からね、ハイサイダー、ニューハイサイダー172と、坂本シャト4インチのミドストじゃないミドスト、まあ、いつものナスビのお決まりのパターンなんですけど、それをやってて、朝からハイサイダーでバスがね、まあ、結構ついてくるっていうような状態で、で、まあ、そこからフォローのミドストじゃないミドストを入れるんですけど、まあ、今日はなかなかミドストじゃないミドストが反応しなくて、まあ、それでハイサイダーと坂本シャットのミドストじゃないミドストを交互にローテーションしていくんですけど、まあ、結果的に軍配が上がったのは今日はハイサイダーということで、ビッグベイトで、木村さんがね、一発かけるんですけど、まあ、乗らなくて、で、二発目でキャッチ成功して、やったーということで、木村さんはね、デプス社のヒュージっていう竿を、76の RF を使って貼ったんですけど、それも入魂。で、ビッグベイトもね、初フィッシュということで、すごいね、初めて尽くしにね、ナスビガイドお手伝いさせていただいて、携われて本当に良かったと思います。で、木村さんは本当に、デカバス、まあ、バスがついてくるだけですごい興奮してくださって、まあね、結構、夏のナスビビッグベイトゲームは結構人によっては新鮮だなと。今、新鮮で驚かれる方もね、結構いらっしゃるんで、もう雷すごいな、喋ってるのに。すごい、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、その後にもハイサイダーで、さらに追加で2発ぐらい食ったんですけど、まあ乗らなくて、まあまあ、こう、雷がね、近づいてきたんで、ちょっと終了となりました。はい、木村さんの初めてにたくさん携われてよかったです。木村さん60歳さん、ありがとうございました。また、ご予約していただけるということで、嬉しく思います。ありがとうございます。というわけで、8月の2日と8月3日のナスビガイドのお話でした。まあ、8月に入って、まあ、今日ね、めちゃくちゃ暑かったんで、本当に、空調服はあった方がいいんじゃないかなと思います。水分補給もしっかりしてください。というわけで、最後まで皆さん聞いていただきありがとうございました。